見どころとなるプールの撮影です。じゃあ着替えてきます。
初めて水の中に入ります。あったかい？あったかい。あったかいんですよ、お湯。鼻の満喫して。めっちゃ使ってるよ。やば、お風呂やん。すごい。ああ、ちょっとセレブがお風呂に入ってるみたい。いつまでもあるのだろうか、俺の真上にある太陽は。いつまでも守りきれるのだろうか。これはこのシチュエーションはちょっとテンションがかなり上がりますね。色っぽいですね。捨てられた子犬をテーマに。花びらの青に散りゆくまでで。あったかいんです、水は。これ冷たかったら鳥肌で。どうでしたか？感想ですか？はい、はい、ズバリズバリ一言、四文字熟語で、あの面白い四文字熟語一言でズバリ言うんで、うちのリーダーすごい。あ、4文字熟語。うちのリーダー腕すごい。なりました。四文字期待してください。三二一。はい。映像最高。はい、出ました。ありがとうございました。ちょっと普通か。四文字熟語とかが面白かったかもしれない。四文字熟語ちゃうやつ。もう最高文字。じゃあ四文字熟語。あ、まだ。ああ。ちゃびちゃ。ちゃびちゃや。はい、一回目線外してください。ドキドキな PV 撮影になりました。とても完成が楽しみで、まったけよお前ら。終わりました。いや、今回は絶対にもうこの花っていうこの曲とマッチした、もうちょっと温かい、でもちょっとなんやろ、切なげなミュージックビデオができたんじゃないかと思います。ぜひみんなに早く見てほしいです。初めての体験がいっぱいのミュージックビデオ撮影になりましたね。それ言うか。でもね、この曲は知ってる方も、はい、たくさんいると思うので、私たち自身もすごく大好きな曲だったので、ぜひまたライブでも皆さんと一緒に歌う日も楽しみにしながら、その日を迎えたいなと思います。